はい、2月の栽培塾の時間やってまいりました。はい、本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。レギュラー塾生の木野さんでございます。はい、はい、なんか今日は随分暖かくてですね、なんか外はぐちゃぐちゃになりましたけど、はい、なんか今年雪解けは早そうな感じですね。はい、なんか雪祭りがなくなったんで、なんかちょっとなんか季節感がなんかちょっとずれたような気もするんですけど、はい、まあ、早い雪解けをなんか予感させる天気でございます。はい。はい、ということで、まずオープニングの曲ですが、南沙織さんの哀愁のページ。ですね、今日の話題なんですけど、はい、たまたまですね、昨日ですね、昨日19日かな。はい。まあ、ちょっとしたイベントって言っても、まあ、オンラインなんですけどね、ありまして、それがですね、いわゆる e スポーツ。聞いたことあります ?e スポーツ。聞いたことあります。はい。はい、e スポーツで、その、なんとかな、経済を振興しようというですね、まあ、ありがちな、経済産業省とかですね、はい、スポーツ庁とかですね。室伏さんは、室伏さんがご挨拶されましたよね。バーチャルですからね。バーチャルじゃなくて、オンラインで、室伏。バーチャルって言ったらバーチャルになっちゃった。まあ、バーチャルキャラクター、アバターじゃなくて、まあ、本物ではあったんですけど、そうまあ、ご挨拶もいただきましてですね、で、やってたんですよ。で、まあ、ちょっとその、まあ、前後いろんなことを、まあ、打ち合わせなんかでね、いろんな方とお話をしてたんですけど、で、まあ、分かったこと。我々いや、僕もですね、はい、e スポーツっていうと、まあ、なんかテレビゲームでね、はい、なんかすごいなんかワーワーやってコンペやるというね、なんかあんまり好きじゃないんですよね。ゲーセン感覚ってどうも僕には馴染まなくて、まあ、年が年なの。あ、これ知ってます？突然話しておくんですけど、ダグラス・アダムスの法則って。知らないです。唐突で、これ覚えておくといいですよ。ダグラス・アダムスというですね、イギリスの SF 作家がいまして、はい、この方がイミジクもこうおっしゃったんです。0歳から15歳までの間に、はいはい、世の中に出現していた技術というのはですね、はい、自然に存在したものとして、受け入れられるんだそうですよ。はいはい。ね、だから、木野さんの年代からするともう、物心ついた時にはもう、ファミコンありましたよね。ファミコンは小学校の頃に大人気でした。ですよね。実はね、私って生まれた時にはファミコンなかったんです。大学に入った時もなかった。私はファミコンというものを知ったのはですね、はい、大学卒業した後ですからね。はい。したがってあれはですね、自然に存在するものではないんですよ。なるほど。で、その代わりテレビというのは、はい、幼稚園というかね、小学校入る前に存在したんです。うん、だから私はなんかテレビっ子初代みたいなものなんですよね。だから、テレビっていうのはなんかそのテレビラジオですかね。はい。テレビラジオっていうのは、あったものっていうか。なるほど。これはあって当然でしょと思う。はい。だけども、ファミコンというのはですね、ちょっと考えるんですね。これはどういうものなのか。うん、つまり、ところがですね、はい、ダグラス・アダムスの法則のすごいのは、はい、まあ、第一条は15歳以下の時に出現した技術というのは、自然なものとして疑いも持たない。なるほどね。で、15歳から35歳。はい。で、これまでに出現したものというのはですね、はい、まあ、受け入れられるんだそうですよ。で、なんていうのかな、素晴らしいものとかね、すごく魅力的に感じるんだそうですよ。はい、はい。これね、僕ね、ピンとくることありましてね、はい、音楽がそうなんですよね。え？私、とことん南沢にこだわるというのはですね、あれは16歳からですね、22歳の間に、こう、盛り上がった、はい、キャラクターというかね、シンガーさんなんですよね。はい、で、未だにやっぱりその、すごい、もう染みついてますけどね。で、だけど、そのちょっと前の世代ね、の歌ってのは全然ダメなんですよね。はい、で、だから音楽に関して言うと、まあ多分15歳から25歳くらいね。で、テクノロジーに関しては15歳から35歳の間に、その体験した新しい技術っていうのは受け入れられるんだ。なるほど、ね。問題は、35歳から後に出現した技術。はい、これには抵抗を感じるんだそうです。いや、今ちょっと思ったんですけど、はい、やはりうちの両親なんかはなかなか馴染まないです。やっぱりインターネットとか携帯電話。ですよね。はい。いや、これがよく言われてる、なんていうかね、デジタルデバイドってやつでね。でも一般の方々にしてみると、例えば、まあ、携帯電話っていうのはね、私の世代でも、一般ピープルが携帯電話を持つようになったのは、私も67ですけどもね。はい。
私早かったんですよ。すごく。そうでしょうね。まあそう、こういう人なので、はい、30代半ばにはもう思ってたんですよね。で、それだから1990年過ぎぐらいかな。92年とか3年ぐらいにはもう思ってた。で、その頃は、携帯電話を持ってる人っていうのはタレントさんとかね、会社の社長さんとか。で、ふと思ったんで、私の娘が携帯買ってくれてうるさくせがんで、買わされたのが、ね、中学校のくらいの時ですよね、彼女がね。で、今彼女35ぐらいだから、15とするとマイナス20ですよね。だから、2000年頃なんですよ。だから2000年頃のからの人は、まあ15歳ぐらいの時に携帯持ってるんですね。なるほど。だから今ほとんど、その、まあそういう連中がまあだから、まあ35ぐらいですから、うんまあ、デジタルネイティブ、携帯ネイティブの人間っていうのはもう、まず40代ぐらいまで来てるんじゃないかな。そうですよね。だいたい40歳ぐらいの人までは、だいたいもう15歳の前ぐらいに、もう携帯電話をこう持ってるんですね。だから、これも非常に魅力的で、受け入れる。まあ、当たり前、15歳まではなんか当たり前じゃない、疑わないじゃなかったでしたっけ？疑わない。自然、ね、自然です、ね。15歳から35は、だから、素晴らしい。そう。だから今だからまあ、だいたい50、60ぐらいまでのやつは、まあ、魅力を感じるんですよね。そうだと思います。はい。だから35歳以上の時に、あれに触れた人たち、ね。はいはい、ってことで今から60歳以上。そうですね。ね。で、とすると、まあ、まあ、いわゆるガラケーというのはね、はい、まあ、ちょっと前から存在していて、うん、で、スマホというのが出たのは2010年頃ですから。うん、やっぱり、こう、ガラケー、電話の延長じゃないですか。コードレス電話とそう変わらないんですよ。あれは電話な。だから、比較的そこはね、あんまり違和感ないんですけど、うん、やっぱ携帯電話になった途端にその機能がですね、電話以外の機能に対してですね。携帯電話はコンピューターなんですよ。そうなんですよ。そうなっちゃうと、きついみたいです、なんか。だからまあ、まあまあね、話ぶっ飛びましたけど、はいはいはい、すいません。いや、本当は e スポーツの話から入ろうと思ったんだ。いや、でもダグラス・アダムスってなかなかすごいですよって話でね。うん、でだ、その e スポーツのイベントでですね、私何を感じたかっていうと、あ、e スポーツっていうのは、一つじゃないなっていうのは、まあ別にテレビゲームで競い合うというね、うん、ものだけじゃないね、ということがね、私、まあふと思ってて、はい、まあ、プレゼンの資料を作った時にですね、うん、なるほどな、と。要するに、まあ、バーチャルスペースって言いますけどね、はい、コンピューターの中に作られた世界。例えば、ファミコンのゲームは、一応コンピューターの中に世界があるんですね。うん、はい、はい。スーパーマリオはね、時々なんかマリオの格好した歩いてる人がいますけど。そうですね。でも基本的にはスーパーマリオは、コンピューターの中にいて、画面の中に出現する。はい。現実にはいないという過程なんですけどね。そうですね。マリオカートというのが出てきてます。安倍さんもそんな。まあ、その辺からなんかサイバーとリアルの融合が始まってるんですけどね。で、もう一つね、既存のスポーツ、ね。で、カーリングですとかね。はい。で、そういうのにですね、この IT を駆使して、はい、はい。トレーニングしようと。そうですね。北見工大の増井先生って方が一生懸命やってるんですけど。これ、もう考えたらね、スポーツと、まあ、いいね。IE とか I とか、はい、エレクトロニクスとか、インフォメーションとかね。はい、だと思うんですよ、ね。いや、ゴルフだってめちゃめちゃそうじゃないですか。そうなんですよ。ゴルフなんてすごいですよね。はい、練習場なんか行ったらね。はい、もう全部スイングを見られるし、ゴルフ場に行っても距離感すべて出てくるし。ナビショットという。ナビショット買いましたからね、私。買いましたよ、ね。もらった。それは e スポーツだって言われれば e スポーツなんですかね。まあ、ね、現実となんかこう。でね、その、両極端あると思ったんですよ、はい。徹底的にそのバーチャルになるというね、そういう思考、バーチャル思考の e スポーツとね、はい、リアルスポーツを強化するというね、はい、この、そういう形のやつがあるんですよね。はい、ところがね、私ふと思ったんだけど、今ね、まあ、ソサエティ 5.0 とかデジタルトランスフォーメーションとかってそういう言葉が今ね、ボン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 新聞見るとね、出てくるじゃないですか。はいはい、ね、なんかさっきも見てたらなんか今日鈴木知事かなんかが予算を作っ、予算書を出したそうですけど、なんかデジタルなんとか予算っていうのが8億円もついてました。おーとかって。まあ何するのかな。まあそれはさておいてですね。今のね、日本のその、まあ将来ビジョン、としてはね、はい、その、まあ、情報化国家、まあ、デジタル国家を、まあ、目指してるんですけども、はい、その、やっぱりそうは言っても、経済とか、そういうのはやっぱりまだ、一次産業とか食料とかエネルギーとかね、はい、現実のものがこう存在して、
まあ、いるわけじゃないですか。はいはい、で、その、それが個別に今まで、情報は情報、それから、そういった食料とか、交通とか、そういうのは個別に存在してたんだけども、今度これを情報で全部こうくっつけて、うん、ね、で、それを新しいこの社会にしようと。これをね、サイバーフィジカル融合って言うんですよ。はい、サイバーってのは情報ね。はい、フィジカルっていうのはまあ物理だから、うん、具体的なものですよね、うん。で、これをくっつけて、なんか非常に日本全体をですね、効率化しよう。で、それで世界と戦うんだと。ね。戦う必要もないと思うんですけど、ね、世界と仲良くすればいいと思うんですけど、経済になるとどうしても勝った負けたになるみたいですけどね。うん、まあ、そんなことを目指してるんです。で、e スポーツなんですよ。で、私思ったんですけども、バーチャル思考するゲーム感覚の e スポーツとね、はい、ゴルフとかカーリングとかね、はい、そういうのやっぱりやることが正しい楽しいんだと。でそこにそう情報をくっつけてもっと楽しくする、うん、あるいはもっと強くするというこの形のちょうど中間があるんじゃないですかね。なるほどね。で、はい、まあその今特にねこのコロナ騒動で、はい、ね大変じゃないですか。山登るったってさねじゃあいや今実はNHK がね、コロナの最中にヒマラヤ行ったってご存知？え？あ、そうなんですか？そうな、今ね、NHK の衛星放送でね、グレートヒマラヤトレイルってやってるんですけど。あ、はいはいはい。あれ、去年のね、2月か3月ぐらいに、探検隊が行って。そうだったんですか。で、その、ところどころにそのコロナ騒動出てくるんですよね。で、許可が出ないとかね。はいはいはい。で、多分今、世界中の山を登ってる方々は大変なんだと思う。そうでしょうね。行きたくても行けない。ね。はい、入山許可出ないとかね。うん、そうすると、その、例えば山なんていうのもね、その、まあ、例えば山は行けないけども、例えば運動はできるとかね。はいはい。うん、で、その自分が登った距離に相当するエネルギー消費をね、ね、はい、測るとかね。北海道ではね、深刻ですよ、うん、冬が。だって、はい、せっかく山登り始めたじゃないですか、はい、先生、はい。冬の間に落ちちゃうんじゃないかっていう。体力が落ちる。はいはい。それの恐怖感を覚えて、だからわざわざ私、ウェイトをつけて歩くという、こう。なんか虚しいですよね。はい。もしそれができたら非常に、うん、そうですよね。で、なんかその、まあ、現実の遊び、つまり全くもって完全にバーチャルに行ってね、質量もないとかさ、はい、ね、エネルギー消費もない世界に行くのか、うんうんうん、ね、そうかといってそのオリンピック出るために IT 使うっていうのもまあちょっとなかなかできないな。ちょっとその真ん中ぐらいにね、その、はい、まあ、市場ボリュームマーケットがあるんじゃないかと、なんか中途半端ななんかビジネスマンは考えたりするんですよね。またなんかまたなんか市場からお金を集めようとしてるなみたいな感じはしますけども、なんかいろんなそういう話題があるようでございます。うん、まあなかなか面白い話題だなと思いましたね。では次の曲お願いします。はい、今井美樹さんで瞳が微笑むから。三角山放送局。まあ、e スポーツのその、まあ、イベントやってましたらね、はい、こんなのあったんですよ。レバンガ、レバンガのね、はいはい、まあ、横田社長さんが来てたんです。はい、レバンガ主催なのかな、バーチャルフリースローって、聞いたことあります？いや、今回初めて聞きました。そう、バーチャルフリースロー。はい、そう、見られたの。すいません、どうも。バーチャルフリースローってのはですね、旭川にいる人とね、それから札幌の北エルにいるね、その折茂さんとか。はい、で、折茂さんにこのゴーグルかけさせてですね、はい、で、その、ゴーグルかけると目の前にバスケットボールのゴールが、出てくるんですよね。で、そこにこの ボールを持って、まあ、仮想的なボールを持って、で、バーチャル空間でこうやってフリースローするとね、はい、何点入ったかって。で、ちょっと裏話してましたけど、素人と、折茂ね、はい、神様がやったら、折茂さん全然入らなかったんだそうですよ。で、最初、やばいことになるって言ってですね、一生懸命練習したら、やっといわゆるゲーマーと同じレベルまでなったという、はい、まあ、それがまあ、バーチャル空間の面白いとこかもしれませんけどね。いつもバーチャル空間で生きてる方は、なんかバーチャル空間の方がネイティブになってますからね。そうなんですよね。まあ、でもね、そういう意味で言うと、その、まあ、なかなか、バスケットボールのね、この試合も人が入れられない。はい、ね。で、それで、じゃバーチャル空間でなんかできないかねって考えて、まあ、やったのが、その、バーチャルフリースローという、VR バーチャルフリースローなんだそうですけども、はい、
で、まあ、たまたまそんな関係があってですね、で、まあ、その辺の、まあ、取材っていうかな、お話聞きに、あるところに行ったんですよ。あるところ、はい、あるところっていうのは、はい、すすきののある、あの、すごい、ど真ん中でですね、はい、あの、私もよく通ってる店のごく近くだったんですけど、あの、そこにですね、あの、VR を一生懸命やってる方々がですね、はい、ちょっとなんかその、まあ、秘密アジトみたいなのがあるんですよ。で、そこで行って、僕は全然違う人に会う予定で行ったんですけど、行ったらですね、あの、ある方が、あ、山本先生、あの、どうもとか、どうもってな、どういうことかって言ったら、あの、タワラヤですとか、タワラヤってどっかで聞いたことある名前だなと思ったら、はい、タワラヤ俊彦さんっていうですね、あの、三角山放送局でもですね、ずっとも長年あの番組持ってらっしゃる方で、で、私もかれこれ二十数年になるんですけど、そう、タワラヤさんって方も、はい、確かあの、もう二十数年やってるんで、あちゃーみたいな感じで。で、まあ、あの、まあ、タワラヤさんはじめですね、いろんな方々が、その、まあ、バーチャルリアリティのですね、いろんな企画をそこでやってるんですね。で、伺ったのが、あのバーチャル雪まつり。ね。コードネーム V 雪って、ね。バーチャルの V、ね。V 雪。V 雪って、はい。で、まあ、あの、確かね、2月の第1週ぐらいかな、そうですね。結構新聞によく出てたんですよね。で、いろんなメディアも取り上げていただいて、はい、まあ今年は雪祭りはできないんで、はい、まあボランティアがですね、バーチャル雪祭りをやるんだと言って、うん、まあその首謀者に近い方がその田原屋さんだった。で、まあ何人かの方とお話しして、うんと思ったんですけど、でまあ私はですね、まあもともと三次元 CG 屋なので、まあこう見えましても、はい、あの、実を言うとその、まあ、あの、ヘッドマウントディスプレイとかですね、あるいは全集映像みたいなことってのは、もうね、30年ぐらい前からね、あの、この世界ではよく使われてる技術なんですよ。はい。で、ただですね、これが30年前はですね、それをやろうとすると、1億円ぐらいの装置を買わなきゃいけないって言ってですね、はいはい、まあ、そういった、あの、すごい予算が取れる人たちだけの、ある種の、おもちゃだったんですけども、まあ、今はね、それが、ビッグカメラに行くとですね、普通に3万円ぐらいで売ってるというですね、うん、そういう時代になりまして。はい、で、まあ遊びがですね、そのバーチャル遊びというのが、こういっぱい出てきてるね、と。まあそこにはやっぱりスポーツ要素ってのがこう今どんどん出てきてるんですね。はい、で、まあその連中と話しててふと思ったんですけどね、あの、よくあのパラリンピックってあるじゃないですか。はいはいはい、オリンピックに対してパラリンピックね、で、オリンピックとパラリンピックっていうのはこの区別しますよね。そうですね。健常者とから障害のある方っていうね、はい、うん。なぜかっていうと、いや、それは一緒にはできないでしょ。まあ、できることとね、その能力にやっぱり差があるから。うんなこと言ったらね、今ね、あの、この間森会長が、組織委員会会長が、なんか女性は話は長いと、いうことでもって、あの、終われましたけども、ふーんと言って、あれ、でも、男女区別してますからね。はい。あの、そうなんですよ。話が長いかどうかの問題ではないんですよね。だけど、まあ、あの、ところがね、その、バーチャル空間に行くとですね、例えばその、運動は何かってことを考えればね、この、例えば手の振りでこうやる運動って考えるとね、これ健常者もね、はあ、足のない方、足に障害のある方も手の動きは同じだよって言ったら、ほとんど同じになりますよね。はい、で同じ空間でこの、ゲームなりなんなりしても体力差とかね、はい、身長差とか体重差ってのは出てこないですよね。うん、とすると、みんなが一緒にこの、同じ場所をですね、はいまあ、同じ場所でスポーツできるみたいな、ことが起こるんですよね。はあ、うん。なんかそういうところにね、ある種その、新しいね、このバーチャル空間での e スポーツっていうのは、あるのかなっていう、あの、ことを言ってましたね。タワラヤさんも。うん、はあ。なるほどだと思いますね。うん。まあ、そんなわけで、まあ今その、まあ、VR っていう言葉が、まあ、まあ、結構話題になってるんですけども。ただね、私ダメなんですよね、あの、この技術が一般的に出てきたのはさっき乗るんでいくとだいぶ後の方でしょ。はい。あの、やっぱ35過ぎてが出てくるんですね。若干抵抗があるんで。なんかあれ被って人の前に出るのってなんか嫌だよな、みたいなね。あの、あるじゃないですか。あの、携帯電話がね、あの、電車の中で嫌われたっていうのもきっと多分そうなんですね。あの、それ初めから持ってたやつは、なんでダメなのと思ってるんですよね。あれはだけど、その後からね。でも海外だと結構みんな喋ってません？海外の方が抵抗がないってことですかね。まあ、同調圧力低いんでしょうね。日本は同調圧力高い国ですから。ご飯食べたり飲んでも何にも言われないけど、携帯はもう目線冷たいですよね。あ、すごく変ですよね。だってあの、
電車の中でね、はい、酒盛りしてるんですよ。はい。なのに携帯かけたらにらまれるんですよね。そう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 。すごい国ですね。なんか、イカとか食べてるおじさんはいいのかっていう。そうですよね。あれがよくて、うん、携帯で静かに話すのはなぜいかんのかっていう。そうそうそう。まあ、まあ、これを世に同調圧力と言いますね。だから、戦前からね、はい、列車の中で酒を飲むというのは、普通にやってたから違和感ないんですよ。はい、私、常磐線育ちですから。常磐線は特にひどいらしいですね。すごいんですよ。面白いですよ。はい。ということで、次の曲でございます。南沙織さんが歌う、トップオブザワールド。三角山放送局。ですね、これね、ちょっと今、これから話す話。はい。これ、二極化された世界の話なので。はい。世の中にはですね、携帯電話はですね、はい、iPhone ワールドと、はあ、から、Android ワールド。はいはいはい。こう、二極化してるんですよね。確かに。実は今話題に、iPhone ワールドで話題になっている、はい、クラブハウスというですね、アプリがあるんですよ。アプリなんですか？アプリですね。これ何かっていうとですね、音声 SNS。はい。音声 SNS ってね、どういうことかっていうとですね、はい、要するにコンテンツ提供側は、例えばね、今Facebook とかね、はい、Twitter なんかはね、誰かがこう書くじゃないですか。はい、一人ですよね。で、一人がこう書くと、なんかそれについて、なんかいろんな反応がこう出てきますよね。で、クラブハウスっていうのはですね、音声なので、じゃあ、いわゆるポッドキャストなのかって話になるんです。ポッドキャストってのは、まあ、個人放送ですよね。YouTube の音声版なんですけど、まあ、YouTube も同じようなもんですけどね。で、これは、一人の人が、なんていうかな、コンテンツをね、アップロードして、まあ、YouTube の世界で言えば、ヒカキンさんだとかね、フワちゃんが自分のチャンネルを持って、で、これでみんなで登録して、わー、すごいすごいってやってますよね。うん、で、クラブハウスっていうのはですね、クラブハウスは、複数の人が会話をすると。ね、それを、流すんです。と思うでしょ？で、で、これまあ、音声の、いわゆる会話。まあ、私と今ね、ケノさんがこう会話をしてますよね。で、これを、流すと。ちょっと待ってと。それってこれじゃないかって。むしろ、まあ、こういうふうにね、うん、こう、パーソナリティさんが話すっていうのも誰かが聞くっていうのがわかるんですけど、はいはいはい、その辺にいる人の会話聞きたくないんですけど。いや、それがですね、いや、こういうことなんですよね。もともとね、こういうコミュニティ FM とかね、はい、FM のある種の番組なんかではね、こういうシチュエーションってよくあるんですよ。例えばインタビュー番組なんかがあってね。で、まあ、ある話題について、まあ、コーディネーターとかね、モデラーと、そのゲストが、こう、普通に会話をして、それをこの番組にして流すね。で、それをまあ、SNS のように見立てて、で、流す側、放送側と、それから、視聴者側と分かれて。ただ、インターネットの上なので、例えば、放送側は、この視聴者、今誰が聞いてるかって分かるわけですよね。して、あ、この人来た、うん。ちょっと上がりませんかって言えるんだそうですよ。はあ、で、じゃあその人も加わってとかね。で、じゃあ誰でも彼でもね、じゃあ俺も一言言わせようって言っても、うん、いや、あなた誰って、うん、その管理権はこの主催者側にあるんだそうですね。うん、ルームのオーナーにあるんだそうですよ。うん、で、と思ったんだけども、この話聞いてですね、私昔、はい、FM の番組でですね、サントリーサタデーウェイティングバー、アバンティって番組があったの。はい、知らないですよね。知らないですね。そう。若い人は知らないんですけどね、はい、私これよく聞いてたんですよ。はい。サントリーウェイティングバー、アバンティというですね、サントリー、まあ当然ですけどサントリーがスポンサーなんですけどね。はい。ただのラジオの番組なんだけど、そのラジオの番組のシチュエーションは何かっていうとですね、アバンティというですね、バーがあるんですよ。ね。で、そこにバーテンダーがいて、はい。で、まあ、たまたまお客さんが来るんですよね、うん。で、そうすると、たまたま誰かが通りかかるんですよ。やらせですよ、ね。いや、やらしくないんですよね。で、知り合い、あ、ちょうどよかった、なんとかさんって言って、はいはい、あなた、そういえば、イカに詳しいですよね、から始まってですね。はい、だって、イカの話を延々とね、うん、1時間し続ける。で、その間に、そこにバーテンダーさんでね、はい、バーテンダーさんがいらっしゃってですね、はい、で、ちゃちゃ入れてくる、ね。で、それをですね、ラジオの番組にしてたんですよ。はあ、で、これたまたま私、初犯の事情で、土曜の夕方、
なぜかそれを聞いてることが多かったんですよね。うん、なんか昔ドリフターズにそういうのあった気がするな。ありましたかね。あの、私はその、サントリーウェイティングバーアバンティというのが。ドリフターズと一緒にしてしまった、ね。ドリフターズと。いや、で、そんな話をね、こうしてたんですね。で、へえーと思ったんですね。で、まあ、新しいね、この SNS で、まあ、インターネットがこう、普及してきて、まあ、音声の、はい、コミュニケーションにもほとんど、問題がなくなってきて、ね、昔は、Twitter なんかはね、150文字だっけかな、なんか、うん、何文字かの中にこう、閉じ込めるというところに、ある種の快感というかな、そのメディアの特性があったんですけど、音声でこういうのやる。で、ただ、ふと思った時に、まあ、この、まあ、三角山さんもそうですけどもね、こういう、コミュニティ FM に近い形、はい、こういう特に、ラジオエッセイとかですね、はい、これ一人のパターンもあるし、うん、私のようにですね、軸という形式をとってね、うん、で、やってる場合もある、はい。で、この種の形っていうのは、だから非常に、その、まあ、クラブハウス的なんですね。はあうん、クラブハウスっていうのは、はい、まあ、今聞いてると、まあ、普通の方がやるというより、まあ、それなりの目的を持った人とか、そうなんですよ。こう会社じゃないけど、そういう、こう、何か、こう、コミュニティをやろうという、主催しようみたいな人はやるものなんですか？そう、ね、ここが面白くてですね、はい、私も当然、私、Mac 使いじゃないので、まあ、見えない世界なんですけどね。まあ、で、まあ、いろんな媒体で、こう、いろんな話聞いてくると、要するに、その、最初何500人いたかな、限定してそのルームを開ける権利というのをですね、与えたんだそうです。はい、まあ、いわゆるインフルエンサーってやつね。で、はいはいはい、で、ある条件を満たすとなんかその開けるっていうかな、なんかそういうことになるみたいなんですよね。で、私も知りませんよ。実際見ることできないんで、僕意地でも使わない人ですからね。意地でも iPhone 使わないとみたいな、この辺は気色鮮明にしとかないとですね。いい悪いじゃないんですよね。はいはい、そんなに僕は情報に縛られたくないので、はい、自分がコントロールできる媒体だけでいいなと思ってる人なので、まあでもね、どんどんね、この媒体っていうかな、今ラジオだから、まあ FM の電波っていうことになってます。で、ただいかんせんというかな、この番組もね、ネット配信並行してやってますよね。で、はい、だけども、ラジオっていうそのメタファーって言いますかね、ラジオはあくまでも一方通行ですよね。はい、電波は、上から、山から、下にしか流れないということなので、はい、ところが、それがインターネット、にこうなった時にね、その下からもこう開けられる、パスは残ってるとね、はい。で、そういう時に、まあなかなかこの、そういう媒体がどんどん増えてくると、じゃあコミュニティ FM の生き方ってのはどうなるんだろうってね、そういう根幹的な問題も出てくる。うん。だそろそろもしかするとこういうその、まあ三角山みたいなね、こういう、まあ、インフラを持ってるところってのは、逆に言うと、このクラブハウスみたいなサービスに進出した方がいいんじゃないかと。逆にね。そう、今度リスナーさんからリアルタイムで、まあ今でも仕組みとしてはできないわけじゃないんですけどね。はい。で、そういうトライもなんかしてもいいかな、幸いというか今、いわゆるインターネットサービスっていうよりも、iPhone の中のサービス、iPhone、ね、iPad の中のサービスなので、はい、そうみたいですね。これ技術的には大したことじゃないですかね。こんなの、うん、まあ作ればすぐできる。まあすぐできるったら怒られるけども、やらない話じゃないんで、なんかこのラジコとかね、こういうのやってますけども、これはなんか一気になんか、これをベースにですね、そういう新しいサービスを作ると、もしかすると日本のコミュニティ FM 文化がですね、今度ネットを乗っ取るみたいなですね、こともあるんじゃないかなぐらいの。まあ、業界では結構なんか、盛り上がってるんですけどね。で、もともと文化的とかね、あるいは実績で言うと、まあこの何十年もね、はい、こういうコンテンツ作ってるわけですから、体力じゃないな、蓄積あるんですよね、はい、うん、で、これ全く一からやるよりも強いと思いますよ、ということで、まあ、ぜひ新しいこのね媒体について、まあラジオ媒体もですね、どう考えるか、そろそろ考えなきゃいけない時期に来てますね、はい、ということで次の曲、はい、今井美樹さんで Peace of My Wish。三角山放送局。まあ、最後なんですけどね。はい。さっき e スポーツの話でね。はい。まあ、実際にはやってるんだけども、そこに今情報を聞き入れる。でですね、はい、ヨットレースってあるじゃないですか。はいはいはい。で、今実はね、バンデーグローブというですね、まあ、4年に1回というか、まるでオリンピックみたいなんですけど、あるんですよ。バンデーグローブってね、はい。で、バンデーグローブってどういうことかって、バンデっていうのは、フランスにあるバンデ県っていう、その県の名前なんですよね。はい、で、
まあ、北側にあるんですけど。え、あ、そうですか。で、グローブってのは地球ですよね。はい、グローバルのグローブ。で、バンデの港から出てですね、地球を一周して帰ってくるという。はい、で、その世界一周ヨットレース、条件は、乗員一人、ね。え、から、寄港し、途中、港に寄ってはいけない。え、じゃあどうやって本当に回ってきたかって分かるのかって話があるんですけど。でね、昔はね、こういうのって、出たらですね、はい、帰ってくるまでですね、はい、まあ無線で定時的に、はい、今どこにいますとかっていうね、そういうぐらいしかなかった。ところが今はですね、全部 GPS は積んでるわ、ね、衛星通信で、衛星携帯は積んでるわで、で、今どの艇がどこにいるかっていうのが、はいはいはい、これリアルタイムでですね、こう、はい、ネットサイトでこう中継されてくるんですよ、ね、そこにですね、我が日本からですね、はい、白石浩二郎さんというね、はい、ヨットマンが、あ、前回からですからね、2016年の時にも出て、はい、途中でリタイアしたのかな、で今回また出てですね、はい、なんとですね、はい、帰ってきたんですよ、はい、まあ、残念ながら一等賞ではなかったんですけども、十何位かだったの、十何番目かだったんです、これもう行って帰ってくること自体がすごい、なったってね、はい、一周してるんですかね。どういう、結構北ですよね、出発。ね、そうな、北半球のね、北緯、南米でね、北極海は当然通れない。そうですよね。通れない確率は高いし、はいはい、土台寒いじゃないですか、はい。でですね、どう行くかっていうとですね、まずアフリカ沿岸を下がってってですね、喜望峰を通るんですよね、で、それから南極のヘリをぐるーっと回るんですよ。で、南極で一周したことにするの？そういうことですね。おっと。あ、でも、北緯50度ぐらいですからね、フランスのバンデーはね。だから、縦にほぼ一周してるんですよ。そうですよね。うん。だから、で、それでぐるーっと回って、こう帰ってくるというですね。赤道上一周とかではないんですか？そうじゃない。赤道を回ろうとすると、アフリカ大陸とかですね、インド大陸っていうのがあってですね。そのたびに大変ですよね。そうそう、大変なんですよね。で、まあ、ある意味、まあ、世界一周の定義としては悪くない定義かな。縦に十分長いという。いや、でもね、こういうそのヨットレースみたいなのはね、なかなかその、見る側からしてもさ、はい、だって、追えないじゃないですか。追えないです、追えないです。ね。だから観客いないレースも変だよね。ところが、まあこういう、今のね、この情報化社会になるとね、まあ、どこにいるかとか、それだけじゃないんですよね。もう、速度とかですね、はいはい、そこの風の状況とかね、はい、海流の状況まで全部分かってきて。なんか、ドローンでも追いかけられないですよね。無理ですね。なんか走ってるところみたいな。いや、それでね、面白いのはね、昔はそう、あんまり分かんなかったんだけど、どこを通るかってことがですね、はい、戦略なんですよ。そうすると、そうするとですね、まあ20、30艇ぐらい出るのかな、はい、30ぐらいのヨットが出てくるんですけど、いや、方向違うんですよね。で、ともかく条件は、地球を一周して帰ってくる。うん、コースは問わない。なんです。はい。だから彼らは、じゃあどうやったら最短で、はい、こう帰ってこれるかってことをですね、ひたすら考えてらっしゃるんですね。はいはいはい、だから希望峰ですね、南の、はい、そことアルゼンチンかな、チリの、ケープホーンとね、うん、両方通らないと一周できないですよね。なるほど。だからそこを通って、はい、まあ、世界一周をして、うん、こう帰ってくるという、まあ、ものすごい、ものすごい、一人ですか、でも。一人。無補給。で、実はね、私も見てたんですけどもね、白石浩二郎さん、はい、なんとですね、出てすぐですね、はい、こう破っちゃうんですね。え？で、一生懸命一週間かけて修理して、はい、それからまたね、リスタートしていったら。あらららら。でもね、ちゃんと帰ってきました。はい、立派、ご立派、はい。頑張れ、日本の、ヨットマンですね。はい。ということでですね、まあ、2月の、サイバー塾、そろそろ終わりの時間でございます。だから、3月になるともう雪ないんじゃないですかね。そうですね。今の調子でいくとね。なんか降り始め遅かったけど。まあ、ぜひ、そういう、まあ雪のない3月を期待して最後の曲行きましょう。最後の曲、南沙織さんで、魚たちはどこへ。ではまた来月。